演舞開演。どうも、本日は黒川の塩昆布豆を食べたいと思います。塩じゃない、ただの昆布豆ですね。昆布豆か、藤子の昆布豆みたいなのは食べたことあるけど、こういうのはどこだし、何か違うのかな。まずは中身はよくありますね。ドローっとした感じの豆のように思いますが、どうなんでしょうね。ではいただきます。この感触、あれに似ているな、あれ、食べた感じはあっさりしてるのかなと思いましたが、意外と醤油の味が効いていて結構パンチのある煮豆でしたね。そして昆布のぬめりが入っているのか、煮汁もちょっととろとろとしていて、なんとなく納豆を食べている時に近いような感じになりました。なのでぬめりが好きという方には食物繊維のことも含めてお勧めできますが、反対にぬめりはちょっとという方はかもしれませんね。なのでこちらの点数とさせていただきました。駅なのに、元旦なのに仕事かな。最近多いですからね、こういう企業、うちもそういう風な感じなんですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。